地上天気図、地上天気図、地上天気図は地上付近の気象状況を表した天気図を言う。通常、天気図と呼ばれるものは地上天気図を指していることが多い。これに対し、高層の気象状況を表した天気図を高層天気図という。地上天気図では、等圧線、高気圧、低気圧、前線などの気圧分布、気圧配置が表されている。 気圧という概念は大気の減少及び上乱に非常に深く関連しているので、等圧線や低気圧、高気圧などの分布から、その地点のおおよその天気が予想できる。地上天気図において表されている気圧及び等圧線は海抜0メートルにおける海面気圧を記したものである。気圧は高度とともに減少するため、通常は地上気圧よりも 低めの気圧が観測される。地上天気図を作成するために観測したデータは海抜0メートルの気圧へと補正計算される。これを海面構成という。学術用、気象予報用の正式な地上天気図には世界気象機関 WMO が統一基準を定めた国際式天気図が用いられている。ただし日本においては研究機関や 気象庁などの専門機関でで、は、国際式がが、使用されていい、るよりり簡易で分かりやすい日本式天気図も用いられている。日本式天気図は国際式天気図を簡略化したもので国際式に比べて作成が容易な割には天気図を使った天気の予想なども可能でありマスメディアでの気象情報用のほか個人での予報用初等教育 中東教育段階での気象教育などにも用いられる。一般向けに広く反布されたり、テレビ番組などで放映されるような地上天気図は、国際式天気図では細かく、専門的すぎてわかりにくいので、前線や等圧線、低気圧や高気圧の位置のみを残す。その代わりに、解説用に雨、晴れ、 寒気といったものを表す気号を用いたり、雨の区域を色分けしたりすることで、大まかな気象状況を表現する。国際式天気図の場合、主に地上実況気象通報式、シナップの伝文をもとに作成する。この伝文は、気象機関同士が連携して構築している、国際的なネットワークを通じて、世界各地に送信されており、これを、それぞれの気象機関で入手して、 独自に作成している。日本でも、気象庁が日本を中心とした東アジア、西太平洋地域の国際式天気図を独自に作成しており、アセス、1日4回、ファックス形式で再配信もしている。一方、日本式天気図は、シナップでも作成は可能であるが、変換が必要である。その代わり、ラジオの気象通報放送では、 日本式天気図の作成に必要な最低限の情報を放送しており、これを聞けば誰でも作成可能である。国際式天気図では、まず主要な気象観測地点の気象データを天気図上に書き込んでいく。プロットされる地点は、一つの天気図で約100前後である。次に、各地点の気圧の値などを参考に、等圧線を引き、低気圧や高気圧といった、 気象上覧の情報を参考にしながら低気圧や高気圧などの位置、気圧、進路、前線、海上警報の区域などを書き込んでいく。天気図上に表示される文字や記号は、北を上として横に並んだ文字、記号が異線と平行になるようにする。また、天気図の作成日時や作成元を明らかにするため、天気図の右下や左上などに、 作成元、作成日時、世界時、図の対象地域、図の種類を記すのが通例となっている。高層天気図でも、地上天気図と同様に、国際式天気図が定められている。国際式天気図では、丸の中に雲量を表す記号を入れる。また、羽によって、風光、十六方位と、風力、5ノットごとに表される記号を表す。丸の左に、 指定、規定された、数字二桁と、天気、記号、左上に、気温、摂氏、上に、検運、巻き積運、巻き騒運、上層運の状態、記号、及び、鉱石運、高騒運、乱騒運,運、中騒運の状態、記号、右上に、気圧、10の位から、小数点第1位、右に、気圧変化量、過去3時間、 ヘクトパスカルと気圧の変化傾向、記号、右下に相積雲、相雲、積雲、積乱雲、仮想雲の運量、規定された、数字一桁、および過去の天気、3時間前か6時間前、および、降水量、過去12時間、ミリメートル、下に相積雲、相雲、積雲、積乱雲、仮想雲,雲の状態、記号、および運定、規定された、 数字一桁、左下に露天温度、摂取をそれぞれ示す。風光と風力は、羽根の向きと記号によって表す。風光は三十六方位を用い、北を三百六十度、三十六、とし、そこから時計回りに零一、零二と十度ずつ区切る。風光不明、または風光が定まらない場合は、二百七十度、二十七、を風光とし、 線の真ん中に印をつける。風速は、基本はメートル毎秒と単位に、ノット、キロトンを用いる。ただし、記号の区分けが実質ノットによって区切られたことから、その区分けになっている。風速は、5ノット単位で表され、5ノットを表す短い矢羽、10ノットを表す長い矢羽、50ノットを表す三角旗を並べて組み合わせて表現する。0から2ノットの場合は、 矢羽ねなどをつけずに、風向の線のみを示す。無風の場合は、雲量を表す中央の円をさらに、丸で囲む。風速が不明の場合は、風向の線の先端に印をつける。3ノット以上は、5ノット、3から7ノット、10ノット、8から12ノット、15ノット、13から17ノット、というように5ノットごとの区分に当てはめる。気温は、単位に、 摂氏、どう用いる。ただし、アメリカ合衆国では、歌氏、を用いている。整数で表し、桁数は自由で、氷点下の場合はマイナスをつける。不明の場合は書かない。指定は、規定された、数字、コードによって表す。数字が直接、距離を表すものではないので注意。書く数字の意味は、以下の通り。ただし、アメリカ合衆国では、 指定の観測値をマイルでそのまま記し、整数、または分数を用いる。不明の場合は書かない。天気は、煙、煙、煙、塵煙煙、もや、霧、霧雨、雨、雪、氷、雷電、地吹雪などの基本的な気象と、全1時間内に現象が増加したか減少したか、現象が1時間前にあったが、観測時はない。 現象が視界内の距離 5km 以内にあるが、観測所にはない。現象が視界内の距離 5km 以上にある。強い、波、弱い、闇感がある。ないといった要素を組み合わせた区分が用いられる。00から99までの100通りのパターンがあり、複数の現象が見られた場合は、最も番号が大きいものを報告する。天気記号00から03と不明の場合は書かない。 現在天気には自動観測所用の天気記号も00から99で国際的に定義されているがこの定義識別は通報コードの数字9で識別する00から03については天気図に表すときは運量の欄に記号を書くため天気記号としては用いないただ気象通報時には天気として扱う露天温度は単位に摂氏、度を用いる ただし、アメリカ合衆国では、歌詞を用いている。整数で表し、桁数は自由で、氷点下の場合は体をつける。不明の場合は書かない。気圧は単位にヘクトパスカル、ヘクトパスカルを用いる。ただし、10の位から小数点第1位までの3桁で表す。例えば、1八点8 5ヘクトパスカルの場合は08ごと表す。 不明の場合は書かない。観測時刻から過去3時間の気圧の変化量のこと。単位にヘクトパスカル、ヘクトパスカルを用い、0.1ヘクトパスカル単位で整数にして表す。増加した場合は数字のみ、減少した場合はマイナスをつけて表す。観測時刻から過去3時間の気圧の変化傾向を記号で表す。雲量は単位に8分率の億タを用いて、 丸の中の記号で表す。不明の場合は印とし、観測していない場合は記入しない。各記号の意味は以下の通り。また、運量記号に付して、観測時刻から過去1時間内の運量の変化を記号で表す。気象通報では、過去の運量を天気として扱う。雲の状態は、下層雲、大流雲を含む、中層雲、上層雲について、 それぞれ記号で表す。夜の暗さ、霧、風神などのために雲が見えない時は書かない。また、上層雲や中層雲の場合、下層雲や中層雲に遮られて見えない場合も書かない。記号は以下の通り。記号の判断については54から56ページなどを参照のこと。観測時刻までの三時間もしくは六時間に悪天候が観測された場合は、 過去3時間の天気を記号で表す。記号は以下の通り。書き表とは別に自動観測所用の記号も合わせて定義されている。過去12時間の降水量を表す。単位はミリメートル、ミリメートルを用いる。通常は記入されない。運転の高さは規定された数字によって表す。数字が直接運転の高さを表すものではないので注意。 各数字の意味は以下の通り。不明の場合は書かない。前線は記号を用いて表現する。通常は寒冷前線、温暖前線、停滞前線、閉塞前線の4つを用いる。発生しつつあるものは半円や三角形の間に点が入り、解消しつつあるものは同様に間に十字が入る。アメリカではサーフェイストラフ、地上の気圧の谷、 ドライライン、乾燥線、スコールライン、不安定線、トロピカルウェーブ、熱帯波前線も用いるなど、他の前線記号が取り入れられている地域もある。等圧線は4の倍数となる気圧を4ヘクトパスカルごとに、線で表す。また、20の倍数の場合は、太線、通常の2倍の太さで表す。等圧線の間隔が広い場合は、必要に応じて2の倍数。 4の倍数を除くとなる気圧を点線で表す。高気圧は H、低気圧は L、熱帯低気圧は TD で表す、中心は×で示す。また、進行方向を、白抜き矢印、速度を、ノット、キロトン、または、キロメートル毎時、キロメートル毎時や、マイル毎時、mph で表す。国や地域によって異なる。台風。 北西太平洋に発生した熱帯低気圧で最大風速が34ノット以上になったものは最大風速により TS トロピカルストルム34ノット以上 STS シビアトラーピケルストロム48ノット以上 T タイフーン64ノット以上に分類されるこの分類は日本周辺が対外的に行う市場に適用される 国や地域によって階級表現が異なる。中国では、タイ、台風イフーンの他に、スタイ、スーパータイフーン、スーパータイ、スーパータイフーンとする階級区分を対外向けに言っている。この基準が警報の内容によって略語に揺らぎが生じる。インド用ではさらに細かい分類がなされており、運用の際には風速の値を必ず確認する必要がある。 ICAO、国際民間航空機関では、熱帯低気圧 TD は TD と表現し、秒速17.2メートル34ノッツ以上では TC、トロピカルサイクロンと表記し、熱帯低気圧を片切った記号を図示する。なお、名称が付いていない場合は TC とし、名称が付いている場合は、熱帯低気圧の名称を付けるように定められている。 海上警報は各地域によって異なる強風、SW、暴風、GW、台風、TW、ノーム、フォング、着氷、アイスなど数種類があり、波線で囲まれた予報範囲に示される。予報範囲が狭い場合は記号のみとなる。この表現は日本が対外的に出す警報や天気図に適用され、他国では日本と同じとは限らないので注意されたい。 国際式天気図は表現する要素が多いため、分かりにくく、その代わりとして、一般向けには簡易化した天気図が用いられることが多い。その中でも、日本式天気図は表現する要素が、天気、風向、風力と三つに絞られるため、見やすく分かりやすいとされる。新聞などにも掲載されているため、国際式天気図に比べて、一般的にも広く親しまれている。 新聞の天気欄では、6月初めと11月初めの年に回、天気図を一部変更している。11月から5月は、天気図の範囲が日本の北側により、6月から10月は南側による。これは、11月から5月にかけては、シベリア高気圧といった北方の気象が日本の天気に大きく影響し、6月から10月は太平洋高気圧や台風といった南方の気象が、 同じく日本の気象に大きく影響するためである。顕著な気象災害発生時の気象外境としても使われることが多い。天気や風光の記号は国際式とは異なる独自のものを用いている。国際式では各地点の中心に雲量を表す記号を置くが、日本式では代わりに天気記号を置く。日本式天気図では丸の中に天気を表す記号を入れる。 ここで使う天気図記号は日本独自のものであり、国際式とは異なる。羽によって風向16方位と風力を表し、丸の左側に気温、右側に気圧を示す。一般向けに使用される天気図では見やすくするため、気温と気圧は省略される。ほとんどは国際式と同じであるが、前線はいずれも点や十字が入らない。 またテレビのニュースなどの場合は、高気圧を、高、低気圧を、低、熱帯低気圧を、熱帯、台風を、大などとすることが多い。温帯低気圧と寒冷低気圧は区別されない。基本的には市販されている電気図用紙に、鉛筆や色ペンで各地の情報、天気、気温、気圧、風光、風力を記入し、前線や低気圧、 高気圧の位置を書き込んで、等圧線をつなぐことによって完成させる。天気図用紙とは、B4 パンほどの横に長い紙で、日本を含む東アジアと北、太平洋西部が描かれており、陸上の観測所がある箇所には、丸、ま、で囲まれた空白があり、天気記号を書き込めるようになっている。天気図を描く上での情報源となる、気象通報は NHK ラジオ第2放送で、 毎日午後4時に放送される。日本式天気図の記号はユニコードに含まれておらず、いくつかのフォントが外字として、独自にそれを実装している。一般的に、天気図記号は、天気図についての詳しい知識を持っている人以外には、記号のみで理解することが難しい側面がある。そのため、絵文字を使用した方法により、天気を表現することが多く見られる。テレビ放送における、 天気予報においても、多くの場合このような絵文字が使用される。晴れは太陽の絵文字を用いる。夜間の場合は、満月や三日月、星や星空、流れ防止も用いられる。曇りは雲が用いられる。少し曇りの状態の場合には、太陽と雲の組み合わせにすることがある。雨は開いた傘、閉じた傘、雨、傘と雨の組み合わせ。 が用いられる。小雨を閉じた傘、通常の雨を開いた傘、と区別することもある。雷雨は雷と雲と雨の組み合わせにすることもある。雪は雪だるま、雪だるまと雪、雪の結晶が用いられる。大雪の場合には色を変えた雪だるまと雪が用いられることもある。雷には雷を用いる。霧には霧を用いる。同日中に 複数の天気が存在する場合、以下のように複数の記述方法がある。日本では台風を丸囲いの台、高気圧を丸囲いの高、低気圧に丸囲いの低で表現することもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。